落ちないですね。ちょっとや外じゃ。iPhone とペアリングしたんで、次別のデバイスとペアリングしたいと思います。ペアリングって言った。つながりましたね。つながったよ。こっちでも音楽が聞こえますね。今別のデバイスで音楽を聴いてるときに今2台でつながっています。1台の方で再生したいと音楽を再生したいと思います。もう1個の方で音楽再生するとどうなるのかな。なんか変、音が変になった。ダメだ。あ、初めに再生してた方が優先されて、もう一個の方が再生しようとすると変な感じになる。あの音がまともに再生されなくなる。で、一個目を止めると二個目が再生される。なんかそんなあのややこしい感じですね。だからどっちかが再生されてる状態だとまともに再生しねえな。明日この辺がちょっと不安定だな。 Bluetooth4 とかに対応してないとちょっとこの辺がうまくいかないみたいですね。まあ、切り替えがね、同時に再生するとなんかおかしくなるみたい。この状態で今音楽を再生してませんけども、電話をしたらどうなるのかっていうのをやってみたいと思います。 iPhone にちょっと電話してみるか。かかったね。切ろう。もう一台目の方に電話します。別の方。Bluetoothの方の再生される音がおかしいな。今の Bluetooth で再生される Bluetooth で聞こえてた音がなんか変だったな。なんだろうな今。ちょっともう一回かけてみよう。なんか本体で再生されてるのとは違う音がしましたね。どういう仕組みなんだろうこれ。なんか設定あんのかな。一方で iPhone だと iPhone にかけると iPhone はそのまま本体と同じ音が耳から聞こえるけど、今もう一個の方、Android の方なんですけど、これはなんか違う音がしてますね。設定あるんですかこれ。今度はAndroid で音楽を再生しながら iPhone で受信をしたいと思います。Android の方で今音楽を再生していまして、この状態で iPhone に電話をしたいと思います。 Android の音が切れて iPhone で音が再生通話できますね。あ、間違えて iPhone で受けちゃった。音出てますね。
これでいいでしょう。ということは、ちょっと電話切るか。2台同時に接続していて、1個で音楽を再生していて、もう1個で電話かかってきたら電話出れると。で、電話出た時は音楽が切れて電話出れて、電話切るとまた音楽が再生されるとっていう、この辺はうまくできてますね。その代わり音楽を2台同時で再生しようとするとおかしくなるという状況があるみたいですね。この辺は Bluetooth の関係なのか何かよくわかりませんけれども、なんかあるみたいですね。